皆さん、こんにちは。バレーボール女子で最も有名で人気な選手といえば、今は引退していますが、木村沙織さんの名前が挙げる人も多いと思います。ロンドンオリンピックでの活躍も印象深いですよね。今回は木村沙織さんの年収、旦那さんや子供について調べてみました。バレーボールは日本のお家芸とまで言われていました。一時期は陰りを見せていましたが、2000年代以降は復活の兆しを見せています。その原動力といっても過言ではないのが木村沙織さんです。木村沙織さんは両親の影響により小学2年生からバレーボールを始めました。当時所属していた秋川 JVC が守備を重視するチームだったため、相当な時間をレシーブ練習に費やしたそうです。木村沙織さんのレシーブ力はこの時に培われたようです。小学6年生で東京新聞杯優勝という輝かしい成績を残すと、中学校は名門の重則学園中学校に進学します。チームの主力として全日本中学校バレーボール選手権大会では優勝を果たしています。2002年に重則学園高校に進むと、2年生の時からエースとして活躍します。そして2003年に日本代表の強化合宿に招集され、同年9月のアジア選手権で代表デビューを飾っています。木村沙織さんは日本代表での活躍によりスーパー高校生と呼ばれるようになりました。底抜けに明るい姿と愛らしいルックスで大人気となり、バレーボール専門誌の月刊バレーボールでは14ヶ月連続で表紙を飾るという快挙を達成しています。人気も実力もトップクラスでした。まずは木村沙織さんの年収について見てみましょう。木村沙織さんは2012年に世界に通用する技術を磨くため、日本のトーレアローズからトルコ一部リーグの名門であるワフバンクに移籍しました。その後はガラタサライ、ダイキンと海外チームに移籍していました。約3年の海外リーグでのプレーを経て、その後は日本のトーレアローズでプロ選手として契約を交わし、日本でプレーし引退して結婚しています。ワフバンクに所属していた時の木村沙織の年収は推定1億円とも言われていました。その後ガラタサライに移籍して推定年俸3400万円まで下がりました。しかし通常年収800万円を超えることも難しい日本人女子バレーボール選手としては、かなり稼いでいることには間違いありません。日本女子チームはプロ選手ではなく実業団なので、主力選手でも年収400、800万円前後と言われています。中にはごく少数でプロ契約を交わす選手もいるそうで、その場合でも推定年収は800、1000万円程度です。野球やサッカーに比べるとバレーボール選手の年収って意外と少ないことがわかります。実業団の選手は昼間は普通に仕事をしているケースが多いです。全日本代表の江畑選手なども、日立リバーレ時代は昼間は事務員として事務作業の仕事をしていたそうです。昼間は仕事をして、仕事が終わったらバレーボールの練習とはとても大変ですよね。木村沙織さんはプロ契約なので年収1000万円超ではないかと推定されています。当時の全日本キャプテンを務めたり、いろんなメディアにも出演したりしていることから、実際はもっと多いことが予想されます。リーグ戦で優勝したり個人賞など獲得したりするとボーナスがプラスされることが予想されるので、だいたい1500、2000万円程度ではないかと思います。続いて結婚前の恋愛についてです。木村沙織さんは顔も可愛くてスタイルも抜群です。その上バレエの技術も凄まじく、その技術は世界から恐れられています。実際での活躍も華々しいです。そんな木村沙織さんの現役時代の彼氏について気になり調べてみました。現在は結婚されていますが、当時同じバレーボール選手の米山雄太さんと噂されています。米山さんも男子バレーボール日本代表のキャプテンを務めていました。フライデーで2人がデートしている姿をキャッチされたことがありました。その当時も交際が続いていたどうかは定かではありません。しかしもしかすると木村沙織さんが日本に帰ってきた理由の一つに、恋人に会う時間を増やすためという理由もあったのかもしれませんね。木村沙織さんも自身の公式ページで、日本に帰ってこられることは本人にとってもビッグニュースで、日本で生活できることが嬉しいと綴っています。最後に
結婚と子供について見ていきましょう。2016年12月31日に元インドアバレー、ビーチバレー選手の日高裕次郎さんとの結婚をブログで発表しています。そして、木村沙織さんは結婚の翌年3月22日に現役引退を発表しました。結婚を機に家庭を優先したいという思いがあったのかもしれませんね。木村沙織さんと比べると知名度は低いものの、夫となった日高裕次郎さんもバレーボールの名選手です。中学生の頃にアクエリアスカップでオリンピック有望選手となり、強豪として知られる鹿児島商業高等学校では1年生の頃からスタメン出場しています。日本体育大学では3、4年生の頃に全日本インカレを連覇しています。東アジア地区バレーボール選手権大会やアジア太平洋カップなどで代表メンバーに選出されるなど、国際大会にも出場したこともあります。大学卒業後の2009年に NEC ブルーロケッツに入団するも、同年5月にチームが無期限休部となったためビーチバレーに転向しました。ロンドンオリンピックの日本代表を目指して活動していましたが、惜しくも代表の座は逃しています。日高裕次郎さんは2014年にパナソニックパンサーズに入団し、再びインドアのバレーボール選手となりました。しかし1年間プレーした後現役引退しています。現役引退後はパナソニックの社員として勤務をしているようです。日高裕次郎さんはバレーボール選手として活躍していましたが、意外にも公務員のように安定した職業に就きたいと思っていたとも言われています。パナソニックパンサーズに入団したのも、パナソニックに入社したいという思いの方が強かったのかもしれません。パナソニックは平均年収が755万円と言われており、30代でも平均年収が692万円程度でしょう。トップアスリートの年収は数千万円、数億円というのが珍しくありません。それに比べると700万円弱という年収は少なく感じられます。ですが、日本全体で見れば700万円弱という年収はむしろ高い方です。ましてや日本を代表するパナソニックの社員であることはステータスとも言えるでしょう。2015年に日高裕次郎さんが現役を引退してパナソニックの社員となりました。その翌年に木村沙織さんと結婚していることから、大黒柱として家庭を守るためにパナソニックの社員になったのかもしれません。木村沙織さんは若い頃から日本女子バレーボール界を支える逸材でした。現役を引退した今、望まれるのが2世の誕生です。木村沙織さんと夫の日高裕次郎さんの子供であれば、バレーボールの才能に恵まれることは間違いありません。日本史上最高のバレーボーラーとなれる可能性すら秘めています。そこで木村沙織さんの気になる子供の情報ですが、出産はおろか妊娠したという情報もありません。長い間第一線で活躍してきたので、今はゆったりとした時間を過ごしたいのかもしれませんね。まだ子供がいない木村沙織さんですが、現在3匹の犬を飼っているそうです。名前はマックス、シュプ、リュウで、子供のように可愛がっているそうです。休みの日には夫と共に愛犬を連れてドッグカフェでデートをしているという情報もありました。インスタグラムでも仲良く生活されている様子が更新されています。子供が生まれるのはもう少し先になりそうですが、木村沙織さんは充実した毎日を送っているようですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただきましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。